ソエジマカメサとララボーラティアナラは、フィジー出身のラグビー選手。トップチャレンジリーグコカ・コーラレッド・スパークス所属。父は、ワールドカップにも出場した元代表選手、イトコは1997年7人制、W 杯の優勝メンバーというラグビー好きの一家に、生まれ、5歳からラグビーを始める。21歳の時に、首都スバの強豪クラブ、レッドロックに入団し、 24歳までプレーした。フィジーのランバーサさんがムカレッジ卒業後、2007年にフィジーの病院で青年海外協力隊の理学療法士として働いていた日本人女性と結婚し、2009年に来日。トップリーグに加盟する実業団チームへの加入を模索したが、外国人枠の壁に阻まれ所属チームを見つけることができず、 妻の尽力もあって、福岡のクラブチーム、玄海タンガロアラグビーに加入。通常は、家族と暮らす佐賀市にある舗装工事会社に、現場作業員として勤務しながら、クラブの週2回の練習に参加。練習不足は、仕事後の個人メニューと佐賀工業高校への練習参加で補う日々を送った。2013年に、日本国籍を取得。2013年のスポーツ祭。 東京2013.2014年の長崎頑張らんは国体での国体ラグビー競技に佐賀県代表チームの一員として出場し2014年には佐賀県制初優勝に貢献し最優秀選手に輝いたこの時の活躍が7人制ラグビー男子日本代表監督の瀬川智博の目に留まり2014年12月に行われた ワールドラグビーセブンズシリーズドバイセブンズに参戦した日本代表に抜擢。2016年は舗送会社を休職し、佐賀県ラグビー協会を通じた募金による支援を受けながら競技に専念している。リオデジャネイロオリンピックに参加した日本代表メンバーでは唯一のクラブチーム所属選手であった。リオ五輪後の2016年8月22日に7人制、 日本代表首相のクワズル・ヒロシ作も所属するコカ・コーラレット・スパークスへの加入が発表された。現在の補装会社を退職し、コカ・コーラウエストで働きながらプレーすることになるという。2018年、ラグビーワールドカップセブンズ2018の7人制、日本代表に選ばれた。ありがとうございます。